チュニアです。ということでね、モンハンコロシアムのズラシのみ4分台の編成紹介していこうと思います。もしさんこうなったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。編成はこちらです。いつも通り代用の前に編成紹介すると、ムエトジーバにハロミンスオー、リオレウスにゼローグ、シャバドラにグレオン、シャバドラにサボ、シャバドラにヒメノア、レオンに水着風神です。水着風神とゼローグはスキレベ最大で、他はスキレベ1で OK です。ムエトジーバの潜在は 1.5 上限だったら何でも OK です。必要 HP は 468,660。必要スキルは17。バッチは HP です。ラフレ逆は NG です。武器の役割と代表候補なんだけど、武器全体でチーム HP が9個、比率が17個、ヒドロ強が8個必要です。ハロミンスオーはチーム HP とヒドロ強とエンハンスと 30% グラビティが役割です。HP と火力に注意してタニシとかソニックとか合気でも OK です。続いてゼローグです。ゼローグはスキブと落ち込んなしと無効貫通スキルが役割です。スキブに注意して軽い無効貫通スキルで OK です。クリスマス加工トンがおすすめです。続いて、グレオンとサボとヒメノアです。これは役割ほぼ一緒で、スキブとチーム HP とヒドロ強と 7C、チーム HP と比率、スキブとチーム HP と比率が役割です。スキブと火力に注意して HP 盛りで OK です。グランディスとかクリスマスセリカとかマームとかバキとかグリコとかオメガがおすすめです。続いて、水着風神です。これは1ヘイストとダブル吸収が役割です。1フシバドラを3変身にして、杯でも OK です。本体代用のための役割です。リオレウスはスキブリでチーム HP で火力枠で6回ずつと、ドロ強と自己エンハンスとコンボ加算が役割です。これ代用厳しいかなと思います。続いて立ち回り見ていきましょう。例によって倍速で見ていきましょう。まず1回層ね、ゼローグ打ってシバドラ2体進化させて、レウス打って風神打って殴っていきましょう。はい。リオレウス、風神ですね。これでずらしていきましょう。はい、突破。さあ続いて2回層ですね。2回層シバドラ進化してずらしていきましょう。はい、OK です。これで突破していきます。さあ、続いては3階層ですね。3階層、シバドラ打ってずらしていきましょう。はい、シバドラずらしです。さあ、続いては4階層ですね。4階層もシバドラ打ってずらしていきましょう。はい、突破です。さあ、続いて5階層ですね。5階層もシバドラ打ってずらしていきます。はい。で、突破していきましょう。さあ、続いて、6階層ですね。6階層もシバドラ打ってずらしていきましょう。はい。シバドラずらしですね。さあ、続いては7階層ですね。7階層ゼローグとシバドラ打ってずらしていきましょう。はい。これで突破していきます。さあ、続いて8階層ですね。8階層もシバドラ打ってずらしていきましょう。はい。OK です。続いて、9階層ですね。9階層もシバドラ打ってずらしていきましょう。はい、突破です。さあ、続いて10階層ですね。10階層ね、レオかレウス打ってシバドラ打ってずらしていきましょう。はい、これで突破していきます。さあ、続いては11階層ですね。11階層もシバドラ打ってずらしていきましょう。シバドラずらしですね。さあ、続いては12階層ですね。12階層レオを打ってシバドラ打ってずらしていきましょう。はい。レオ、シバドラずらし。これで突破していきます。はい。さあ続いて13階層ですね。13階層ガランゴラムの場合はレウス打って OK です。シバドラ打って7コンボしましょう。ルナガロンの場合は風神シバドラレウス打ってずらしです。さあ、ボスですね。ボスはロックとルレットに注意して殴ってください。スオとシバドラ打ってずらしです。はい。さあ、レオも、レオで6解除もして、はい、ずらして、これでおしまいです。はい。ってことでね、参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。立ち回りとタイムはこんな感じです。はい。ってことでね、よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。